どうも皆さんこんばんは、かかととでございます。はい、もう1月もね、終わるってことで、まあ、無事かかと1周年迎えて、まあ、みんないろんな人と出会ったもん。1年間改めて1年過ぎてんだけど、改めて、まあ、本当にたくさんの方に見ていただいて本当にありがとうございます。でですね、本当にもう2021年終わるぐらいの時に、わかんない、その朝だったか前だったか忘れたんですけど、ガチでね、YouTube やめようと思ってて、やめようっていうか、もう休止かなんか、もうなんか、かかとと村のメンバーのみんなに本当に相談して、どうしようって話してて、まあ理由としては、まあちょっとすごくね、プレッシャーがえげつない。なんか、登録してくれた人って、登録してくれたの全くっていうか全然嬉しいんですけど、なんか例えば、今一番伸びてる動画はカラフルピースさんの動画で、じゃあその次にカラフルピースさん動画を撮るかといったら、まあ僕基本的に今プニプニの、まあ動画だったり、なんか、すごく、まあ助けるのも好きなんだけど、プニプニでお助けライブみたいな感じでしてると、まあ自分が進めなくなったりで、なんか、やりたいことがね、ちょっと本当にね、できなくなってて。で、やりたいことは本当に、まあ、YouTube やりたいんですけど、YouTube 以外にも、なんか、個人的な、いろいろ学んだり、他に、プニプニだけじゃなくって、最近サブちゃんでも結構自由に出してるんですけど、撮りたい動画とかも、撮れてなかったり、あと本当に、自分の動画外で、なんか楽しむっていう、なんかわかる？個人的な楽しみが本当に最近ないっていうか、もう時間がないくって、本当に Twitter とかやったりインスタやったり、今 YouTube の本チャンネルの、編集したりサブチャンで編集したり、かかとと村だったり、かかとと切り抜きだったり、実はこっそり誰にまだ言ってない、チャンネルがあったり、いろんな編集とかしてて、本当に多分1日のかかととがフリーに使える時間の 80% は本当に YouTube に使ってて、ちょっと疲れた、今登録者非表示にしてると思うんですけど、理由としてはもう本当に競うっていうか、なんか数字で抜かれたとか、やった抜いたとかいうのは面白いんですけど、なんかもう数字にばっかり本当に追いかけられてて、ちょっと本当にかかととそれを楽しめてるのって思ったので、ちょっと休止しようかなって思っております。休止期間もね、たまに、自分の、個人的には満足する動画を本当に投稿して、で2月の21日ぐらいかなには、僕の誕生日なので、そこまでには今みたいな感じで復活する予定なんですが、とりあえずね、2月21日ぐらいまではフリーダムにやっていこうと、かかととの自分で満足できる動画を作っていこうということで、本当にサブちゃんぐらいの、ちょっと投稿頻度とか、動画の質だったり、動画の質はそこまで良くないんですけど、今でもとりあえず、自分の好きなように2月21日ぐらいまではね、ちょっとやっていこうかなって思います。そしてちゃんとね、21日ぐらいになったら真面目に動画投稿するので、その時とか、休止期間もぜひ応援とかお待ちしてるんですけど、とりあえず21日まではフリーにやっていくぞみたいな感じ。もう本当にね、もう好きな、自分の好きな動画やるかもしれない。てかもうやるやりたいようにやります、21日までは。だからかかととの今までの動画見たいよって方は、本当に21日まではあれば見てくれれば嬉しいです。以上、お疲れ様です。そして本当にここまでついてきてくれてる方々、本当にありがとうございます。あとごめん、本当に長く話の中にどんどん引き伸ばして申し訳ないんですけど、こういう動画撮ってほしいよみたいな感じのやつあったら、ぜひコメント欄によろしくお願いします。
もしかしたらやるかもしれないから。さて、ベンタの作成入りますか。じゃあな。